まあ、気持ち的にはリング上で話したこと、あれが全てで、あれ以上でもありかはなく、新日本プロレスでね、一緒の時に小島選手の強さは痛いこと分かってますし、それからノアいろいろありましたけど、そんな中でずっと、すごいね、戦いをしてきた杉浦選手、これも痛いこと分かってます、見てきてます。そんな2人がね、ベルトを防衛したあのね、JC タッグ有明という地で見た時にもういても立ってもいられなくなった、魂が触れ切ったっていうのが、まあ、真実ですね。だから今のこのタッグベルト、今までの中でね一番光って、すごい魅力的だなと思ってます。皆さんもあるじゃないですか、立場や状況やね環境、いろんなことあってもどうすることもできない自分の気持ちって、今がそれです。だからタッグに挑戦したい。ありがとうございます。で、米選手お願いします。はい、本当ね、調印処理ね、久々に再会で心を躍るというか身が引き締まる思いですね。やっぱりそれぐらいね、ノアのベルトの重み、強さっていうのをやっぱりずっといたんでね、感じてます。この戦いがどのぐらい激しくてどのぐらい厳しいか、このリングに立つことがどれぐらい大変なのか、そのね、ベルトを守ってるこの2人と隣にいるアッキーと組んで戦えるっていうのが本当に光栄です。なんかね、あの感触に浸るわけではないですけど、長くやってきた頃こそなんかいいなっていうね、あの試合に向ける意気込みっていうか、あ、この試合久々になんかこうグッとくるもあんなっていう感じで今迎えております。はい、ありがとうございます。ではおじゃぐりの小島選手からお願いします。はい、タカ&サトシのサトシです。今回タッグ選手権、斉藤明俊さんと大阿部の米選手に決まりました。明俊さんとは1993年頃から約5年ぐらいですかね、しのぎを削った思い出があります。とても素晴らしく強い選手だと思っています。米選手も何度か試合もさせてもらいましたし、節目節目でいろんな戦いをした思い出があります。そして米選手の本名は私の本名と同じです。これがとても重要な意味を持っていると今回思っていますので、サトシ争奪戦として負けたくないと、そういう思いも持っています。はい、ありがとうございます。では杉浦選手お願いします。はい、タカ&サトシのタカです。有明大会防衛後にリングに斉藤選手と米選手が来て、そのアピールというかマイクで熱い気持ち、思いが、歴史、いろんな思いがすごい伝わってきて、これはもう戦うしかないなと即決しましたし、またタイトルマッチでそういう思いをみんなね、やっぱしサトシ以外はなお背負って何十年もやってきたんで、その思いをぶつけ合って試合できるのを今すごい楽しみにしてます。はい、そして絶対に応援したいと思います。ありがとうございました。では質疑応答に移ります。質問のある方どうぞ。斉藤さんに伺いたいんです。はい、まあ、杉浦さんから、まあ、ノアを支えてきた、まあ、面々によるっていうのと、まあ、そのノアを支えてきた面々っていうのと、あと、まあ、同年代っていうのがキーワードになりそうなんですけれども、それについて何か思いはありますか？そうですね、まず年齢は不調になったので、まあ、同年代というのは同じ1900年代ということでよろしいでしょうか？はい、同じ1900年代。まあ、そうですね、ずっと苦しい時期とかね、すごい時期とか、そういうのを見てきましたし、まあ、一時期自分はそのノアというところから離れてしまった
時期はあるんですけど、常にあの心はノアだったということがあって、まあ、ずっとノアでしたので、だからその杉原選手がね、どれだけの思いでやってきて、でどれだけの思いでって、今のベルトもどれだけの思いでっていうのが分かっているので、はい、そういった部分で、まあ、なんていうんですかね、ノアというところでやっぱりその共感できるというか、まあ、共有しているところがあるんではないのかなと思ってます。あと米津さんにも伺いたいんですけれども、はい、まあ、小島選手からサトシ争奪戦だというお話が出ました、はい、うん、それについてはいかがでしょうか。いや、全くもう、なんていうんですかね、サトシの名前で試合してないんでどうしたらいいかわからないですけど、逆に勝ったらサトシつけるかみたいな、モハメド・サトシ4年みたいなことかなっていう、はい、そんな思いです。そんな質問だとそんなことになっちゃうよ。いいですか。そう、はい、あと杉浦さんに伺いたいんですけども、あのこの前のタイトルマッチを見てると、だいぶそのサトシのおかげだと勝てたのかというふうにおっしゃって、だいぶ息が合ってきたかなと思うんですけども、そのタッグチームとしてのチームワークについてはいかがですか。そうですね、まあ、なんかいい感じではあると僕は感じてますし、本当にあと連携の誤爆さえなければ、うん、だからもっとしっかりガッと抑えてほしいんでね、今度のタイトルマッチは ぜひはその誤爆しないで成功させたいと思いますね、はい、すみません、小島さんも今誤爆さえなければっていうふうなお話があったんですけども、そのチームワークについてはいかがでしょう。誤爆があっても誤爆がなくても心は一つなので、何も心配していません。はい、サトシ、ヨネさんからサトシについての返答があったんですけど、それについて何かありますか。はい、漢字も一緒なんですね、はい、だからすごくそのやっぱ名前が同じっていうのはなかなかいないと思うんですよね、この同じ世界で。やっぱあのタカもそうだし、年齢が一緒っていうのも運命ですし、名前が一緒っていうのも運命ですし、それはすごくあのやっぱりこの戦うべきして今回戦う相手になったんじゃないかなっていう気がしてます、はい、ありがとうございました。では質問は以上となります。ではフォトセッションに移ります。一緒といえば、はい、すみません、僕も実は斉藤選手と高校が一緒で。そうなんですね、はい、はい、名古屋の高校で、はい、で、年齢不詳なんで先輩か後輩か未だ分かんないんだけど高校は一緒です。高校分かってんだな。あ、じゃあそこら辺の運命を感じますよ。そうですね、感じますね。もし、どうなんですかね、まあ、皆さん調べたときにどう分になってるのか分かんないですけど、まあ、かなり留年すれば同級生とか、まあね、まあ、どっちかっていうのは分からないですけど、ね、そういうこともあるかもしれないですけど、でも同じね、中の京っていうね、京都の京、それから東の京、東京あるじゃないですか、中にある京って特に中京出身ですからね、そこはお互い根性あると思います。あと先のサトシ争奪戦ですけれども、これ勝負の鍵は、まあ、姓名判断かなと、サトシという字が一緒なんで、その上の名字の画数で決まったりもするのかなとか、なんかついちょっと思ってしまって、今言うことじゃないんですけど、まあ、とりあえず、全力でやります、はい、ありがとうございました。ではフォトセッションに移りますので、前のお願いします。おはようございます。ありがとうございました。お大切ください。